This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。11月13日金曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。はじめに、ホト開発開放30周年祝賀大会が12日午前上海で行われ、習近平総書記が講演を行いました。習総書記は講演の中で、世界に向けて中国の理念、中国の精神、中国の道をアピールするよう呼びかけた上で、ホトにある中国自由貿易試験区臨港新区の役割発揮や、長江デルタ地帯のグローバルな水運の中枢的な役割発揮に期待を寄せました。また、ホト新区には便利で開かれたハイレベルな人材の招致や、金融市場システム、製品システム、組織システム、インフラシステムの健全化に取り組み、よりハイレベルなヘッドクォーターエコノミーを発展させながら、グローバル産業チェーンとサプライチェーンを導くセントラルエリアになってほしいと述べました。習近平国家主席は今月17日から22日にかけて、ブリックス第12回首脳会議、APEC 第27回非公式首脳会議、そして第15回 G20 サミットの3つの国際サミットに出席します。外交部の王文賓報道官は12日に北京で開かれた定例記者会見で、習主席のこれらの国際サミットへの出席は、中国がグローバル経済ガバナンスを非常に重視していることを表していると述べました。習主席は3つの国際サミットそれぞれで講演を行い、その主張を全面的に説明しながら協力強化について提案する予定です。第23回中国 ASEAN 首脳会議が12日テレビ会議形式で開催され、李克強総理が出席しました。李総理はこの中で、世界貿易が萎縮して経済の衰退が生じ、人的交流が深刻な影響を受けている中、今年1月から9月にかけて中国と ASEAN の貿易はこの流れとは逆にむしろ増加している。中国の ASEAN への投資額は前の年の同じ時期と比べ 70% 増加し、 ASEAN は中国の最大の貿易パートナーになっていると指摘しました。さらに、間もなく調印する RCEP 東アジア地域包括的経済連携を歓迎する意を示しました。外交部の王文賓報道官は12日に北京で開かれた定例記者会見で、朝鮮党とその付属党首が中国固有の領土であることを重ねて強調しました。日本のメディアはこのほど、アメリカのバイデン次期大統領が12日に日本の菅義偉首相と電話会談した際、朝鮮党が日米安保条約第5条の適用対象であると言及したと報じました。これに対し、王報道官は、朝鮮党とその付属党首は中国固有の領土である。日米安保条約は冷戦の産物であり、第三者の利益を損なってはならず、地域の平和と安定を妨害してはならないと語りました。第22回中国国際ハイテク成果交易会が12日、中国南部の深圳市で開幕しました。今回の交易会は12日から15日までオンラインとオフラインを組み合わせた形で開催されており、 5G 通信技術の商用化が焦点となっています。50以上の国や地域から3300社以上が出展し、1万件近くのプロジェクトが展示され、140回以上のイベントが行われる予定です。中でもスマートシティで活用される革新的な 5G アプリケーションや、社会と生活のさまざまな面に関わる実用的なアプリケーションが注目を集めており、中国のイノベーションの方向性が示される大会にもなっています。中国南部の広東省広州市では、子どもたちの間で縄跳びがブームとなっており、専門的なトレーニングを行う
縄跳び教室も急増しています。広州市では子ども向けのスポーツトレーニング施設が次々に開設されていますが、最も人気なのが縄跳び教室です。教室に参加している子どもの多くは3歳から14歳までで、周辺地域に在住の生徒がほとんどだそうです。教室側は、縄跳びはスペースを取らずにできる有酸素運動で、体幹とバランス感覚、心肺機能を高められるスポーツだとアピールしています。中国では高校入試の科目にスポーツがあるため、縄跳びを通して短期間で心肺機能を向上させ、スポーツ科目での好成績を目指す生徒も多いようです。以上、今日のニュースをミンヒョがお伝えしました。